皆さん、こんにちは。純吉です。ご無沙汰してしまっております。純吉キッチン、無事栄養士の資格を取得しましてから、第一発目となります。学校給食編、お待たせいたしました。今日はですね、きゅうりのバジル風味を作ってみたいと思います。材料はこのきゅうり3本で。きゅうりっていうと、大体酢の物とか、うちでよくやるのは塩麹と塩昆布で和えたやつとか、あとはキムチとごま油で海苔入れて和えるとか、大体自分が考えるのってパターン化してきちゃうんですよね。で、これ小学校の給食食べた時にバジルと合わせるっていうのを思いついたことがなくって、これを食べてみるとまた美味しかったんですよ。なので今日はこの簡単に作れるレシピにちょっと改造しまして、学校で作った時は大量に作るんで、1000食ぐらい一気に仕込んで、きゅうりを蒸して、あらかじめこう煮込んでおいたタレにガッと一気に漬け込むみたいなやつなんですけど、家でやるとやっぱりちょっと蒸し器とか洗い物増えちゃうんでね、今日は簡単にフライパン1つで、作ってみたいと思います。それでは今日も元気にいってみよう。やってもやらなくてもどっちでもいいんですけど、私はこのフォークでこうね、筋をつけとくと味が染みやすいんで、私はこれをやってます。学校のはやってなかったんですけどね。で、こっから5ミリ幅ぐらいに切っていきます。見えますかね？こんぐらいです。オリーブオイル。もう適当ですよ。大さじ1弱とかじゃないですかね。きゅうりを入れます。油が回ってきたら、今日使う調味料なんですけど、塩、砂糖、我が家は黒砂糖を使ってるんですけどね、普通の白砂糖でもいいと思います。醤油、これも我が家黒酢使ってるんですけど、普通の、穀物酢、米酢でいいと思います。で、バジルこれね、スーパーで100円ぐらいで売ってるんですよ。私は業務スーパーで78円だったかなぐらいで買いました。たっぷり入ってます。で、ここに塩ですね。塩を一つまみ。あと大さじ1。続きまして、酢ですね。酢です。
今こぼれたの見た、大さじ2入りました。でここにポイントとなるバージルですね。これも適当パパパーって感じで、これをちょっと火強めて、これ今キュウリでやってるんですけど、おそらく玉ねぎとかトマトとかでも美味しいんじゃないかなと思うので、熱々のまんま食べても美味しいんですけど、冷蔵庫でちょっと冷やしてから食べると味が染みてさらに美味しいんじゃないかなと思います。こんな感じでちょっと水分飛ばして、水分が少なくなったら、はい、OK じゃないですかね。あとはこんな感じで、はい冷ましていきたいと思います。きゅうりのバジル風味サラダと、今日はサバ缶カレーを作りたいと思います。野菜はね、何でもいいんですけど、かぼちゃかじゃがいもは入れてほしいと。これ、煮崩れてとろみがつくんで、これは、かぼちゃかじゃがいもは入れてほしいです。で、サバ缶かイワシ缶でも美味しかったです。この間イワシ缶で作りました。で、これね、トマトは安い時に買ってきて、まとめ買いして、一口大に切って冷凍してあります。で、玉ねぎ。今回はセロリ安かったんで、セロリいっときました。この他にも、ナスとか、ピーマンとか、まあ、その時、美味しそうな野菜があれば、それを入れて何でもいけると思います。それでは早速作っていきまーす。はい、まずは、ニンニクと生姜をみじん切りにします。ニンニクもこれ、旬の時期にまとめて買って、冷凍してあります。ここにジュワッと、で、香りを立たせます。もうけました。これをこんぐらいにして、ここにボヨン、これで、まあ、持たせてる間に他の材料をじゃんじゃん切っていきます。で、こういうとこは切り落として、こういうとこね、これを切り落として、
であとはじゃんじゃん、はい、玉ねぎがしんなりしてきたところにかぼちゃイン、ちょっと蓋して蒸し焼きにしたいと思います。蒸し焼きにします。この間にセロリも刻みます。こんぐらい。あのこうやって筋取ったりとか本当はするんですよね。私は面倒いんでやらない。で、お察しの通り葉っぱも入れます。入りました。でちょっとほぐしながら、崩しながら、まだちょっとかぼちゃが硬そうなんで、もうちょっと蓋して火を通していきます。かぼちゃがいい感じに火を通ったと思います。ここに、トマト、セロリ、醤油、醤油 50cc、 サーバー、ウスター50cc、 カレー粉 15g、 水 200cc、入りました。混ぜます。ですよ、隠し味、酒粕、これ冷凍できるんで、酒粕こんなん入れてるから、うちの冷凍庫は年中満タンなんですけど、まあ、これを隠し味程度に、どんぐらいかって言ったら、まあちょっと様子見ながらお好みの、まあ、我が家はこんぐらいかな、大さじ3、2、3とかそんぐらい入れます。
これを溶かしていきます。はい、酒粕が溶けてだいぶいい感じのとろみがついてきました。こういう煮込み物は一旦冷めてる、火止めて冷ましてる間に味が染んでいくんで、できたらこれ出来たて食べるんじゃなくて、一遍火止めて温め直して食べると美味しいと思います。こんな感じです。もう一品は、これ、枝豆。枝豆といえば塩茹でを前はねずっとしてたんですけど、この魚焼きグリルでね焼くと、メリット1、洗い物が減る。これ1個だけで済みます。その2、栄養価が逃げない。やっぱり茹で汁に枝豆の栄養分が逃げていっちゃうんで、そしてメリットその3、味がねホクホクして、私個人的にはこっちの方が美味しいと思います。これを魚焼きグリルに入れて9分ぐらいですかね、焼くといいと思います。おかえり、りゅうちゃん。りゅうちゃんおかえり。どうした？帰ってきたんで、純吉キッチン撮影中です。イエーイ、すごいやん。おイエーイ、給食編。給食編、おイエーイ。続きはまた後ほど。めっちゃ奮発しました。デザートはこれ。やっほー、やっほー。今日の献立、久しぶりですね、純吉キッチン。だいぶサボってました、すいません。すいません。今日はこれいきますね。ちょっとね、色悪くなっちゃったんですけど、きゅうりのバジルですね。バジル風。これ、まあ喋りたいこと。白熊くん、白熊くんね、ちょっと見せるわ。なんとな、これも超可愛くないですか？このティッシュが出るとこが、白熊の飛び込んだ水しぶきになってるんですよ。ザップーン。いただきます。お疲れさん。あ、美味しい。一応これなんですよ、学校給食の、はい、あれはキュウリのバジル和え、うん、どうぞ召し上がってください、うん、バジル風味。おお、おお、うん、おいしいやん。これ給食で食べるの、子供たちが。そうなんよ。うーん、あたくも初めて食べたような感想ですけど、実はこれ作るの3回目ぐらいです。初めてや、これ。毎回ね、こうやってね、おいしいやんって言ってくれるんですよ。忘れてるんですわ。そういうことですわ。美味しいやろ、うん、こういうカレーの付け合わせとかね、ちょっと朝もう一品足したいなとかいう時にね、うん、これ作り置きしとくと酢が入ってるんで日持ちもしますと、うん、という感じですね。そしてこれがサバ缶カレー。サバか。サバあんま好きじゃん。そうやな、生臭いとか言うのな、うんうん、まあまあですわ。うん、まあまあです。うん、やっぱこの人は肉の方が好きらしいんですよね、うん、枝豆です。枝豆、これ焼き枝豆ね。どうぞ。やっぱ茹でより私はこっちの方が美味しいと思うんですけどね、どうですかね。うん、おいしい。カレーにビール、枝豆は最高よね、うん、お、シャインマスカットじゃないですか。もうね、初めてよ、こんな冒険したの。初めて。冒険って何？もう大冒険よ。今日も。あのね、こんぐらいの房やったらね、普通ね、あの2000円ぐらいするやん、スーパーで、うん、でもあそこはね980円だったのよ、うん、普通私だったら980円でも絶対買わへんねんけど、あのね、思ったんよ、宝くじが当たったら何がしたいかってずっと考えたのよ。シャインマスカットか。そうやねん。その時期その時期の、うん、もうほんまに食べたいと思う美味しそうな果物を買って食べたいと思ったのよ、うん、でもそれって別に宝くじに当たらんでもできるやん。ちょっとおい。ちょっと頑張ったら、お前、うん、生きててお金があったら何がしたいかって思ったら、やっぱこういうことをしたいのよ私ね。うん、これよりちっこすぎる。ちょっとあれよね、安いからって買ったけど、あんまり身ね詰まってなかったね、これね、枝豆のせいやで、ね、私のせいちゃうよ、うん、でももう茹でるよりも焼き枝豆はおすすめ、うん、
ちょっと我慢できんからね、シャイ行ってみようかな。もう食ったのか、デザートでこれ。こういうことや。うん。これがね、買ったことない品種やね、うん。そんなことより、このバジルの説明さなあかんのちゃうの。何の説明が欲しいねん。ねえの、別にもう。もう作ってる時にいっぱい喋った。喋りがちょっと流暢じゃなかったらしいですか。うん。うん。サニールージュ美味しい。うん。あ、喋りが流暢じゃなかったけんね。うん。あの、夏休み、7月20日からやったかな、夏休みで、今日8月2日なんですけど、うん、もうリュウちゃん以外誰とも喋らない日々が続いてて、もううまいことね、なんかちょっとテンションの上げ方が分からへんというかね、山とか行ってある程度こう喋りながら移動中行って、うん、ゴーやったらこううまいことも口もあんねんけど、なんかずっと一日一人で朝から夕方まで過ごしとって晩まで、もう喋ろう思ったらうまいこと喋られへんね。皆さん喋ってん家で。なんかちょっとね、今更なんやけど、なんかちょっと照れが入ってしまってね、うん、うん、そうやね、なんかそんなことが起こったよね。でもね、やっぱり安ければ安いほどいいってもんじゃないなと思って、美味しいものを食べるためにね、暮らしてんねんからね、そう、美味しそうで帳尻が合うぐらいのものの食材を選んでこう買って日々を楽しむのが大事やなというふうに思ったんですよ。待って